いつになったら修行を始めるんだってばよ。まあ待て、もう少しで一段落つくからの。何書いてんの？もうこれはだな、わしの生き様を書いておるのだ。名付けて地雷や豪傑物語。生き様？これまでの出会いと別れ、様々な出来事を書き記し、それらを通して何を得てどう向き合ったのかがまとめてある。ふーん、いわばわしの意志が込められた極上の一冊や。で、それってばまだ書き終わんねえの？これを書き終える時はわしにとって全てが終わった時。わしの意志を受け継いでくれるものを見つけ、そしてそれを受け渡したと感じた時だの。だから完成はまだ随分と先だ。意志を受け継ぐとかなんとか難しくって俺にはよくわかんねえってばよ。意志を継ぐものか。もしかするとそれは。うん、なんだよ。さて、とりあえず執筆はここまでだ。次は修行をつけてくれんだな。イチャイチャシリーズ最新作のために婚約温泉取材と行こうかの。何を言い出すかと思えばまたエロエロ取材かよ。キャン、新鮮な取材をエロエロとは何事か。そんなことより修行だ修行。うるさいっての。お前の相手はまた今度だ。時の経過はまさに光陰屋のごとし、あの日の会話も今は昔。弟子は巣立ち、死は老いる。死の生き様未だ定まらずも、未来に向け腰を上げるか。続きは戻ってきてからだの。最終章、さあ始めようか。思えばわしには数多くの弟子がいた。田里の者もいれば、後に火影となった者も。そんな弟子の中でとりわけ雑で騒がしく、あっ渦巻きナルトだった。しかもそのうちに九尾が封じられているがために、あそこで少しでも抵抗できる力を与えるため、わしは真実を教えてやることにした。真実の名は螺旋丸。かつてナルトの父、四代目火影ミナトが編み出した術だ。それを息子のナルトが会得しようと努力する。時を超えた強いつながりを感じながら、真術を覚えてみんなを驚かせる。そんでみんなに俺を認めさせてやる。意気込みはいいが、まずは今のお前がどれほどやれるのか試させてもらうぞ。戦闘開始。Yeah.
からに期待というところだの。この時のナルトの力は、まあ、わしの想像通りといったところだ。だが、あいつの中には前に進む強き意志があった。強き意志は忍びにとって何より大切なもの。強き意志があれば、忍び。その後のナルトは着実に成長の道を歩み続けた。単純に強くなりたいという願望もあっただろうが、それ以上にナルトを触発したのはライバルという名の友の存在だった。ライバルの存在は己の錬磨にはこの上ない存在だ。そして友とのつながりは心を成長させるために必要なものだ。だからこそ友である内葉佐助が木ノ葉を抜けた後、そのためにわしとの厳しい3年の修行にも耐えた。時が経ち、月日はナルトの体も心も大きく成長させた。もっとも、その力が実践に活用できる。さて、それでは最後の総仕上げだ。実践形式でどこまでやれるかわしに示してみろ。俺の成長っぷりたっぷり見せてやる。そいつは楽しみ。戦闘開始。ここまでできれば上出来。これにて修行は終了だ。
当然のことだが、成長したナルトでもわしに勝つことはできん。しかしよくもここまで成長、まだ荒削りなところもあるが、渦巻きナルト、我が弟子ながらまっすぐに歩んでいる。今まで見てきた弟子の中でもお前はとりわけず、そして強き死のわしの意志を継ぐ者、それはまさしく雨が暮れの里。ここに暁のリーダーが潜伏しているという情報を得たわしは、さすここはかつて短い間ではあったが、わしの弟子として育った3人の子供たちがいた。おのおのが互いのことを思い、彼らこそ平和への道を切り開いてくれるものだと考えていた。だがしかし、まさかこのような場所で再会するとは思った。暁の者として弟子の一人であるコナンはわしの前に現れた。暁のリーダーを神と崇めるコナンからはかつての温かさは消えていた。あのコナンが闇に落ちたというのか。ならばせめて死として引導を渡さねば。決意はすでに。お前がここにいるということは、それを知ったところでどうにもならない。あなた言うようになったのう、コナン。戦闘開始。諦めの前よ。ここに試しる。ここに覚悟せい。ここに なぜだ、なぜお前が暁などに。いかに闇に落ちたものだとしても弟子と対峙するのはやはり心が痛む。だがわしの気持ちなどこの場では何になろうか。コナンとの戦いがさらに激化する中、やつはペイン、その正体は予想していた通り、ナガトは
最も崇高な目である。なぜそれほどの者が暁という闇に落ちたのか。いや、それよりもなぜ長門だけで。だがこれだけは分かっている。もはやお互いに説明は不要な。わしは長門ペインを止めなくてはならない。我が弟子ながら相手はそれこそ神に匹敵するほど、全ての力を持って奴を始末するため、この一戦で蹴りをつけるために。ペイン、いや長門、お前がなぜこのようなことを。先生、あなたはまだ人でしか。この世を導く神。神か。神としてあんたに。もはや言葉は不要という。ならばわしも手加減なしで行く。長門、お前はここでわしが消す。チャクラを限界まで使い満身創痍だとしても、二大戦釜に感謝を。戦いはもう終わった。これで木の葉に帰ることができるはずだった。あいつは、ペインはまるで何ともなかったかのように再びわしの前に立ちふさがった。やつは一体、なぜやつは平然としている。今、残りの。諦めろ。あんたの負けだ。まだだ。わしはまだ戦える。往生際の悪い。そこまでして何になる。せめて。一体だけでも。まあいい。どうせあんたはここで果てる運命だ。チャクラが足らん。甘いな。
よくここまで粘った。褒めてやろう。だが。ダメだ。気が遠くなる。わしは死ぬのか。わしは。自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。わしが言ってるのがそういうことなら、俺は一生バカでいい。ナルト。そうだ、ナルト。お前はどんな時も諦めなかった。ならば、死であるわしが弱音を吐くわけにはいかんの。なぜなら、弟子の人道は師匠譲りと相場は決まっとる。な、そうだろう、ナルトよ。の。さすがジライア先生だ。しぶとい。もう諦めろ。もはやどうすることもできない。わしが諦めるの。諦めろ。わしの地雷やゴーゲス物語もついに結びか。思い返せば、わしの物語は失敗ばかりだった。綱手に振られ続け、友を止めることもできず、弟子と死を守ることもできなかった。火影たちが成した偉業に比べれば、わしのしてきたことは取るに足らんくだらんことばかり。何も残すことができなかった。いや、違う。そうだ、わしは、わしの意志を受け継いでくれる存在を見つけたからこそ安心してここまで来られたの、ナルトよ。お前と共に笑い、お前と共にあったおかげで、わしはここまで歩いて来られた。お前の存在がわしの、わしの生き様、思うほど悪くはなかったようだの。最終章、胃の中の蛙大会で散るの巻か。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。さて、この物語ももう終わりだ。そろそろペンを置くとしよう。お、そうだ、続編のタイトルは何がいいかの。そうだな、渦巻きナルト物語。うん、それに